イセンテ・アレイク・ソンドレは、スペイン・セビリア出身の詩人。1977年に、ノーベル文学賞を受賞した。27年世代の一人で、1984年に、マドリードで死去した。主に三文詩を書いていた頃の初期の詩は、高度にシュルレアリスム的であり、地球や海を表すシンボルを用いて、自然の美しさを称賛していた。 アレークサンドレの初期の詩の多くは悲しみに満ちている。これは情熱を失い自由な精神をなくす人々を見た彼の気持ちを反映している。彼の初期の詩集には1935年に出版されたパッション・オブ・ザ・アースや1933年のデストラクション・オア・ラブがある。1944年のシャドウ・オブ・パラダイスでは仲間、友情、精神の結合といったものをテーマに据えた。 彼の後期の詩集には1954年の History of the Heart や1962年の In Avas t ド Dominion がある。アレークサンドレはマドリード大学で法律を学んだ。彼の詩集は1977年に出版された20 Poems of Vicente a r i x a n d r で英訳されている。日本ではアルトロラモネダ編長、鼓地下、細野豊編役。 ドルカと27年世代の詩人たちで、新谷美紀子のわけで17編の詩が翻訳されている。ありがとうございます。